はい、どうもれいです。今回ですね、こちらの海賊祭グランドパーティーということで、前回ね紹介した編成をちょっと使っていきつつやっていけたらなと思ってます。まあそんなにねいい編成思いつかなかったんですけど、まあ一応この編成ですね。うん、地属性パー、そして自由パー使いつつ白色パーといった形になってます。で、一応今後、どっかのタイミングで白ひげ編成ですね、この力属性の、地属性、白ひげ編成をちょっと使っていけたらなと。まあギアフィプスを船長にして、防御効果無視して 2.75 倍だったかな、65倍かなのダメージ与えて、なおかつ白ひげの体力 50% 減らしを使って、各位置で倒すっていう戦法、この戦法かもしくは先ほどの白色と自由パー、地属性パーのこの3体でちょっとやっていけたらなと思っていますので、ちょっとだけね、この編成で、やっていきましょう。はい、ということでね、この方とやっていきましょう。まあ自由パーだったのでね、ちょっと相手にしつつやっていけたらなと。まあこちら白色パーの、編成でちょっとやっていけたらなと思ってます。やっていきましょう。こちらの白色パー当ててやっていきます。さあどうなるかですよね。まあ一応白色、タイプなので自由パーの、ダメージ 30% 軽減は一応できますよということで、まあ多少軽減しつつやっていけたらなという形ですかね。でまあこちら一応耐久パーなので、まあ、回復させつつっていう形で、耐久はしています。で特別効果で一応白色地属性か、地属性の火力上がってくれたりだとかっていう、まあいろいろありますので、まあそういうのも込みでちょっと、やっていけたらなと。頼みます、うまいことハマってくれたら嬉しいんですけど。さあナミ&カリーナはたまりましたね。さあいろいろたまってますけど、ちょっと遅いですね、発動が。先に撃たれてしまいましたね。ただある程度は耐えてくれている。これギアフィス溜まってんのか、わ溜まってるのはまずいな。これできれば先に打たないと成り立たない編成なんですけど、これは危な、危ない、耐えた耐えたよ。さあここでキャロット&ワンダーを使いダメージ与えていく。でナミ&カリーナで遅延なんですけど、遅延なんだけどもう溜まってんのよな、先に打たれちゃったからな。速度をちょっと上げるか、もしくは、はい、回復。で、打った必殺使う。ある程度ダメージは？あ、いいね。そこそこダメージ当たったね。で、まあ、ある程度、打たのね、多分、地属性の、火力が、まあ、特別効果で上がっているので、そのおかげっていうのもあるのかな？まあ最初ですからね、まあ相手もそこまでがっつりとした自由パではなかったので、なんとかいけましたという形にはなってます。まあただね、もう少し速度を上げたりだとかっていう形じゃないと、先に必殺打たれてしまっているので、なんかどっかのキャラで、速度上げたりだとか、まああとレベル上限突破上げて火力、攻撃、何ですか、レベル自体を上げるっていうのもまあありなのかなと。まあ、ということで、あとはこちらの自由パーを当てていきつつやっていきましょう。トットムジカはまだ溜まっていない。あれ、トットムジカって 何の条件で溜まるんだっけ。最近使ってなかったんであんまり覚えてない。あんまり覚えてないっていうね。さあ、行きましょうか。さあ、お願いしますよ。行きましょう。さあさあさあ、相手、速続性パーか。なるほどね。まあ、でも勝てるでしょう。こっちの自由パーはね結構強いんでね。まあ1戦目ということで、相手もねそんなに強い相手ではないとは思いますので、まあ今のところうまいこといけてるっていう形にはなっているのかなと。あ、カイド、あそうだ、カイド、そういえば超進化ねされたんだよね。速続セッパーもちょっと使っていきたいですね。まあ、次の動画の時にちょっと速続性カイドを使っていきつつやっていけたらなと思っていますので、やっていきましょうか。まあ速属性パーもねそこそこ強くなってきてるので、やっぱり全体的に超進化さ、できているようになってきているのでありがたいですね。でまあ赤犬に関しては VS キャラじゃないですか。
なんで VS キャラってまだ超進化来ていないんですよね。うん、なんで VS キャラいつ超進化来るかによってもまあだいぶ変わるかなという形ですかね。さああとは3時でボコボコという形で倒す感じですかね。はいはいはい、耐えれますよと。うん、よし、 OK、 多分これでいったんじゃないか。お、耐えるね、まだまだ耐えますね。さあただこちらも全力攻撃で倒していきますよ。はい、 OK。 まあということでね、まあとりあえずはどうにかどうにかいけましたね。まあただ今後ちょっとまだあれですね、白色パの、まあ、耐久性もまああったし回復もできてある程度は耐えてはくれたんですけど、ただまだね、相手のギアフィスがそこまでガッツリと強化されているキャラではなかったのでどうにか耐えたんですけど、超進化後のギアフィスだったりそういうキャラになると、今みたいな耐え方はできないのかなという形になってますので、まあ、ちょっと今後もうちょっと速度を上げれるエンハンスかけたりだとかっていうことができたらいいなとは思ってます。でまあ後日ね、即属性カイドウを使いつつ、攻略でまあ後日ね即属性カイドウをちょっと編成に加えて、やっていけたらなと思っていますので、そちらの方もご視聴してみてください。まあということで今回はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。参考になっていた方はチャンネル登録高評価よろしくお願いします。